男友達。男子と喋ることなんて普通だった。1年の時も仲のいい男子はいた。呼び方もお互い下の名前で呼び合っていた。でもどこか変な勘違いをされていたみたいだった。気があると思われていたらしい。私はそんな気なんてなかったのに。だからいきなり付き合おうかと言われた時は驚いた。返事は当然ノー。そしたら次の日から距離ができた。男と女の友情は成り立たない、そう思った。その時からかもしれない、男子に対しては名字で名前を呼ぶようになったのは。あのさ岡崎、私のことは今日でいいわよ。名字で呼ばれると紛らわしいし。なんだ紛らわしいって。私双子の妹がいるの。え、お前みたいのが二人もいるのか。岡崎智也。2年に上がって同じクラスになった。学校でも有名な不良らしい。と言っても茶髪でタバコ吸って喧嘩してといった絵に描いたような不良じゃなく、新学校と呼ばれるこの学校だからそう言われてるだけのような気がする。どういう意味よ。ああ、いや別に物騒だなと思っただけだ。全然フォローになってないでしょ。まあフォローのつもりもなかったけどな。悪く言えば口が悪いだけ、よく言えば裏表のない態度。殴っていい？殴らないでほしい。気兼ねなく話のできるやつだとすぐに分かった。はじめはただのクラスメイト、次は面倒をかける困ったクラスメイト、いつの間にか友達、そして、まったく、こんな硬いとこでよくもまあ熟睡できるものね。人気のない中庭、石垣の上で岡崎は横になっている。先生に言われて探し回ってようやく見つけたのがここだった。私が近寄っても起きる気配はない。顔を覗き込んでみる。まあどっちかっていうとかっこいい方よね。まつげとか長いし、鼻筋も通ってるし、唇の形とかも。って何見とれてるのよ私。突然の物音に慌てて振り返る。そこにいたのは金髪の男子生徒。岡崎といつも一緒にいるうちのクラスのもう一人の問題児。あの僕邪魔しちゃったかな。な、その言葉に顔が赤くなっていく。バカなこと言ってんじゃないわよ。最悪見られてた。確か殴れば記憶って飛んだわよね。とここで私の声に岡崎が目を覚ました。あ、藤林に篠原。おい岡崎、お前今藤林卿に襲われかけてたぞ。は？眠そうな目で何を言っているんだという顔をする。な何言ってんのよ。あ、違うの？違うわよ。先生に言われて探してただけよ。春原が意味ありげな顔で私を見た。何か勘ぐられている。このままここにいたんじゃあまり良くない方向にしか話が流れない。ほら
職員室行くわよ。赤くなった顔を見られないように岡崎の手を引っ張って歩き出す。おい、ちょ、引っ張るなって。こら、藤林。繋いだ手が熱くて胸がドキドキしていた。いつからだろう、こんな気持ちになったのは。気がつけば自然とあいつの姿を目で追っていた。男と女の友情は成り立たない。その理由がなんとなく分かった気がした。湯船に浸かりながら伸びをする。今日も岡崎と春原に振り回されて疲れた。あの二人ってまるっきり子供よね。コボさんとかってこんなに疲れるものなのかな。え、何か言った？髪を洗っていた亮がこっちを振り向く。面倒見るって大変だなと思ってね。何かあったの？クラスの子でね、面倒ばっかかけるのがいてさ、毎日毎日疲れるのよ。亮は不思議そうな顔をした後、洗面器に溜めていたお湯を頭からかぶって泡を流す。でもお姉ちゃん、なんだか楽しそう。そう？うん、全然嫌な顔してないよ。思ってもいなかったことを言われて少し驚いた。つい顔に手をやってしまう。まあ嫌じゃないかな。とりあえず退屈な毎日を過ごすよりも断然楽しい。2年に上がってから他のクラスの子たちは1年の頃に比べて勉強にカリカリし始めているし、そういう意味ではあいつらと一緒にいる方が学生らしい生活を送れてる気がする。岡崎くんだった？え、何が？お姉ちゃんが気になってる男の子。何言ってんのよ。別にあんなやつ何とも思ってないわよ。そうなの？最近はいつもその人のことばっかり言ってるから。単に面倒かけるだけの、その、問題児よ。そうなんだ。でも珍しいから。何がよ？お姉ちゃん、これまで男の子の話はあまりしなかったから。別に話すような男がいなかっただけよ。あ、そうだ、後で占いでもしてみようか。どんな？相性占い。お願いだからやめて。この子の占いはいろんな意味で怖いし、それがいい結果であれ悪い結果であれ。亮は占いを断られてがっかりしたように肩を落とすと、スポンジにボディーソープをつけ体を洗い始める。ところでさ、はい。私は自分の胸をちらりと見てから言う。あんたまた胸大きくなったんじゃない？そんなことないよ。朝、亮が笑顔で私のベッドの横にやってきた。何？もう起きなきゃいけない時間？霞む目で時計を見る。あと10分は寝ていられるはずだけど。お姉ちゃんの今日の運勢占ってみたよ。霞がかかっていた頭が弾けるように覚醒した。占っちゃったの？ダメだった？あ、
ためっていうか、どういう結果が出たのか聞くのが怖い。スペードの6とハートの8とスペードの9が出たの。6と9の丸がくっつくことで8が生まれるっていう意味で、つまり素敵な人に告白されるみたいだよ。告白？驚く私を見ながら、亮はニコニコと笑顔を返してくる。この占い、どう取るべきなのかしら。告白自体されない。素敵じゃない人から告白される。少なくとも、嬉しい展開にはならないわね。ありがとね。頬が引きつっているのが分かった。休み時間、自分の席に座りながら全く落ち着かない。藤林さん？はい？クラスの男子の声にびっくりと肩を震わせて振り返る。そんな私に話しかけてきた子が一瞬後ずさる。このプリントの提出って今日までだったよね。うん。クラスの男子からプリントを預かる。ドキドキする。亮の占いを信じているわけじゃないけど、むしろ信じてるからこそ周囲が気になって仕方がない。当たらない占いがここまで怖いなんて。素敵な人に告白される。ちらりととある机を見る。岡崎はまだ来ていない。遅刻はいつものことだけど。って何意識してんのよ、私。あの子の占いは当たらないんだって。フェイス。ガラリと教室のドアが開く。遅刻なのに全く悪びれた様子もなく、春原が登校してきた。寝癖そのままでネクタイ曲がって、人前で大きなあくびして。ああ、こいつに告白なんてされたら最悪ね。あ、何？僕の顔になんかついてる？鼻と目と口がついてるわよ。おかしいな。ちゃんと顔洗ってきたはずなんだけどな。そう言って顔をこすり始める。こいつって本当にバカなのね。春原は自分の席に行くと、あたりをキョロキョロと見回す。と、何かに気づいたように、手を叩きこっちに来た。ああ、そうそう、院長。何？岡崎、まだ来てないでしょ。うん、まだだけど。私の言葉に、春原はにやりと笑うと、周りに聞こえないよう、小さな声で囁いてきた。あいつ、中庭で待ってるから。え？それじゃ、確かに伝えたよ。春原はそれだけ言って自分の席に向かった。しばらくぼーっとなっていた。頭の中を整理する。岡崎はまだ教室に来ていない。中庭で待っている。そのことを春原が伝えてきた。つまり。あれ、藤林さん、どこ行くの？頭痛いからちょっとトイレ。ゆっくりと、普通に、あくまで自然なスピードで歩いて教室を出る。次の瞬間、廊下を走っていた。岡崎が
中庭で私を待ってる。確か寮の占いは素敵な人から告白される。でもあの子の占いは当たらない。当たった試しはないけど、もし1000回に1回、ううん、1万回に1回くらいは当たるかもしれないわよね。もしかしたらその1回が今回って可能性も。中庭の手前あたりから走るのをやめて呼吸を整える。走ってきたなんてバレたら恥ずかしいから。呼吸は落ち着いてきたのに、心臓のドキドキだけは収まってくれない。別に岡崎が待ってるからって、その告白とかそういうのじゃないかもしれないのに。でもわざわざ人気のないとこで待つなんて、それ以外考えられないわよね。どうしよう。朝歯はちゃんと磨いたけど、もう時間経っちゃってる。平気かな、大丈夫かなって。いきなりそんなことならないって。多分それにしてもどこにいんのかしら。中庭を見回しても岡崎どころか誰の姿もない。トイレにでも行っちゃったのかしら。それとも恥ずかしくなって隠れてる。ちょうどいいから今のうちにこのドキドキしてる心臓を落ち着かせよう。石垣の上に座ってしばらくぼーっとする。意味もなく、ううん、十分意味のある。深呼吸もしてみる。時間だけが刻一刻と過ぎていった。チャイムが鳴った。授業が終わるチャイムだった。つまり1時間一人で中庭に待ちぼうけ。いろいろな可能性を考えてみたけど、これは多分あのバカにはめられたという可能性が一番高い。石垣の角を力いっぱい握る。さてと、まずは目をついてから喉でも潰して舌を引っこ抜いてやろうかしら。ゆらりと体を揺らしながら腰を上げると、拳を握りしめて私は教室へ向かった。と、その途中の廊下。藤林。岡崎がいた。顔が一気に赤くなったのが分かった。あんた、今来たの？岡崎が手にしているカバンを見ながら聞く。ああ、そうだけど、お前は？保健室帰りか？え？なんで？顔赤いから。それに教室そっちじゃないだろ？あ、赤くなんかないわよ。怒りと恥ずかしさといろんな感情が入り混じって声が荒くなる。そうか？まあ、あんま無理するなよ。ずるい。こいつは、岡崎はぶきらぼうに言い放つくせに優しい言葉を混ぜてくる。それよりも今からあんたの連れが大変になるわよ。なんだそれ。首をかしげる岡崎と一緒に教室に向かう。ドアを開けるなり、金髪バカは驚いた顔でこっちを見た。
まさか二人で帰ってくるなんて思ってもいなかったんだと思う。私はにっこりと満面の笑みを浮かべながら自分の席まで行くと、カバンの中からさっきの授業で使うはずだった英和辞書を手にした。ああ、これっていい感じの重さね。次の瞬間、ハルハラは白目を向いて床に倒れていた。お前、アホだろ。床に正座させているハルハラに向かって岡崎が呆れた顔で言った。はい、僕アホです。つうか藤林、お前もなんで篠原の言うことを素直に信じんだよ。うるさいわね。委員長として出向いただけよ。で、1時間も俺を探してたと。そう、委員長として、その授業に出席させなきゃいけないでしょ。それでお前がサボってたら本末転倒だろ。ていうか、はためには二人仲良くサボりって感じだね。ああ軽口を叩いた春原に私と岡崎の睨みがハモる。いつもの調子の、いつもの関係。中庭にいた時の緊張はもうない。どこかがっかりしている反面、ほっとしている自分がいることに気づいた。そう、少なくとも今のこの気兼ねない関係を続けることができる。あ、ところでさ岡崎、ずっと気になってたんだけど。ん？あんたが呼んでる篠原って誰？本人お前に、それって絶対いじめですよね。え？あんた、ハルハラじゃないの？ちげえよ！ああ、篠原ってのはあだ名なんだ。あんたも当然のように嘘を言わないでくれますか？なんか面倒な名前だから、下の名前で呼ぶことにするわね。って、下の名前何？何気に失礼なこと言ってますよね。あ、そうだ。今からあんたも、トモヤって呼ぶから。その方が楽でしょ？はあ、まあ、好きに呼んでくれよ。うん、トモヤ。あ、前にも言ったけど、私は今日でいいからね。とりあえず、小さくだけど、一歩前進した。今のところは、これでいい。友達のままで、こいつのことを知っていこう。ゆっくりでいいから、知っていこう。無理して先に進んでしまえば、大切な何かを見過ごしてしまうかもしれない。後悔だけはしないように。進むより戻ることの方が難しいんだから。